君らもいいぜ、
時はすごく広かったんだけどね、今日はすっごい近いよ、嬉しい。ジュディ・アンヌ・マリーワープツアー2001、今日が、最終日です。ほんで、まあ私が一番このライブで何本かやってきて、あんなにピチピチでいいのかなと思ったのはおんちゃんの衣装です。こんなんで足は上がるの、おんちゃんって。すごいね、イエーイ、気持ちいい、 Thank you。 よかった、それが聞けてすごい嬉しいよ。今日ゆっくり眠れる私も、うん、おんちゃんの東京がね。でも今日はほら札幌で見てる人とか仙台で見てる人、そうなんだよね。今日はここにこんなに5万何千人も来てくれてんだけど、今日はこれを仙台、大阪、福岡、札幌のゼップで中継されていて、見てるんだよな、見てるんですよ、見てるか、盛り上がってるか、どこ見ていいか分かんねえぞ。そうね、そうそう。でね、今日やり始めて楽しいって言ってたのがこの子、五十嵐孝太。こんばんは。俺も叫ばせてくれる？愛し合ってるか？気持ちいい。なんか。なんか昔の熱血ドラマみたいなやつだった。確かに確かにすごいわ。今なんか時代がこうふわーっとワープしたわ。なんか陣内さんっぽいよね。うん、陣内さん、もしくは熱中時代ね。ああ、うん、こういう感じかな。今日ネクタイだからこの人何を勘違いしたのかね。もうミシェルがエレファントかっちゅうのって。先生なの、先生か、ネクタイスーツで。先生なの、先生なの、熱血、あ、熱血先生なんだ。もう先生って呼ばれてるよ、もう。なんつっていいかわかんねえ、それが。まあ今回はね、なんか拓也がね、いろいろワープを作ってから入院したりとかして、かなり病弱なミュージシャンやってんですけど、もう大丈夫なんですか？またなんかここ手術したとか言ってなかった？大丈夫？いや、なんとか。なんとか。ね。うん。大変よ、ほんと。大丈夫？うん、大丈夫。ほら、大丈夫かって。君も大丈夫かって。ね、人の心配する前にね。うん。ね。もう気合いなんだよ。うん。気合いで頑張ってよ、タック。いやけど、うん、今日は本当なんか全然違うね。違う？うん。そう？なんで？いや、なんとなく。なんで？なんで？え、君だけじゃないか？大丈夫か？うん、全然普通よ。結構グッときてます。私なんてお尻かいちゃうもんね。かゆくてね。まあそんなことはいいんだけど、今回ねワープを、作ってツアーに出たんだけど、今回すっごいワープ作るのにプロデュースもやってめちゃめちゃ頑張った拓也に拍手を。もう入院までするぐらいだからね。そんでね、今回ワープの中でも私CM とかでもう歌っちゃって、時々テレビで見たりすると恥ずかしいんだけど、そのワープの中でもすごく好きなコウタさんの曲なんだけど、それをやります。